山です。よろしくお願いします。今の石橋委員の質疑を聞いてまして、検査は増えない、休業補償は曖昧、極めて残念な状況で、安倍政権遅い、小出し、危機感なしという感じだと思います。今、飲食店もタクシーのドライバーの方も、そしてホテル、旅館、百貨店、小売り、本当に今、冷え込んでます。総理や財務大臣は、なかなか街に出られないと思いますが、街は悲鳴の声が本当に上がっています。これ、おそらく10月の消費増税に加えて、このコロナは、ダブルパンチが本当に増幅して厳しくなっています。安倍コロナ不況と、もう近々呼ばれてくるというふうに思います。私は非常に危機感を持っておりまして、今、総理がどういう思いなのか、ちょっとお聞かせいただけますか。安倍内閣総理大臣。まず、新コロナウイルス感染症の拡大については、まさにここ1、2週間が拡大を防ぐことができるかどうかということについての正念場であり、これ、できる限りの対策を取っていきたいと、こう思っております。感染拡大の防止、そして感染者の重症化を防ぐでいく、このことに全力を挙げていきたいと思いますし、また医療提供体制、PCR 検査も含めてですね、さらなる充実を図っていきたいと、こう思っておる次第でございます。と同時に今、委員がご指摘になられたように、経済への影響が懸念されるわけでございまして、それにつきましてはですね、今度、第1弾を発表させていただきましたが、第2弾としてですね、今年度の予備費、2700億円を超える予備費を投入しまして、経済に対する、また雇用を守るため、あるいは所得が減少する方々に対する対応に全力を尽くしていきたいと、このように考えております。福山哲郎君。総理、嫌でしょうが、桜を見る会について質問させていただきます。時間が余ればコロナ対策もやります。安倍総理、前夜祭について伺います。前夜祭は、安倍事務所がホテル側とサービスの詳細、契約内容の詳細を事前にホテルと詰めたということ。私は総理の議事録を確認しながら質問させていただきます。それでよろしいですね。安倍内閣総理大臣。前日の夕食会につきましては、安倍事務所が仲介をしたところでございます。はい、福山哲郎君。かねてより疑問に思っていた会費5000円の内訳についてお伺いします。総理は答弁で、サービスの詳細、契約内容の詳細を事前に詰めたと何度も言われています。まずは5000円の内訳、消費税は内税で含まれているということでいいですね。安倍内閣総理大臣。5000円ということでございまして、参加者の方々から5000円をですね、事務所の者が預かり、そしてホテルの領収書をですね、発行し、そしてそれをその後直ちにホテル側にお渡しをしたということでございます。当然ですね、5000円をいただいてお渡しをしておりますので、それはすべて含まれているということだと思います。福山哲郎君。ありがとうございます。続いて、ホテルニューオータニも ANA インターコンチネンタルホテルもサービス料が通常宴会は生じます。サービス料も含まれているというふうに思っていいですね。これが含まれてないとすれば、安倍事務所への補填、寄付行為とみなされるので、そんなことはないと思いますが、総理、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。これはまさに、今、委員がおっしゃったようにですね、すべての提供されるサービス、もちろんこのサービスの中には、食費、飲食費が含まれているということでございます。それが提供されている、その対価として5000円をいただいていると、5000円をですね、お支払いをいただいて、それをホテル側にお渡しをしているということです。安倍内閣総理大臣。今申し上げましたように、すべてが入っているということです。安倍内閣総理大臣。今、指名されたわけでございますが、すべてが含まれているということを申し上げているところでございます。サービス料も含まれているということでございます。福山哲郎君。サービス料は大谷の場合には、10%ですから、約420円になります。
消費税は当時 8% ですから、内税ですから、これ、本当は端数が出るので変なんですけど、本当は5000円の場合には5400円でもらっていただきたいんですけど、まあ、約、ね、370円になります。つまり、サービス料が420円で、消費税が370円ですから、1人4210円が総理の言われる、これも議事録で言われています、施設利用と飲食のサービスを賄ったということが考えられます。もう一度5000円に戻ります。各社のメディアの取材によると、この会は飲み放題だったと聞いております。ホテルニューオータニの宴会の飲み放題の価格設定は、2500円から3000円です。まあ、総理に敬意を表して、安い方にしましょう、2500円としましょう。先ほど4210円から2500円を差し引きますと、1710円の残高となります。800人の出席者ですから、1710円かける800で、136万8000円で施設利用と食事代を出さなければいけません。総理、これでよろしいですね。安倍内閣総理大臣。今、委員が飲み放題ということをおっしゃったんですが、私の事務所に確認をしているところでございますが、事務所が記憶するところにおいては、飲み放題ではなかったということでございます。福山哲郎君。そしたらどういう設定だったんでしょうか。安倍内閣総理大臣。まずこのホテル側とのやり取りにおいてはですね、事務所側の記憶では飲み放題という設定ではなかったということでございますが、いずれにいたしましてもですね、これは夕食会の価格設定については出席者の大多数が当該ホテルの宿泊者であるという事情等を踏まえて、会場費も含めて800人規模1人当たり5000円とすることで、ホテル側が、これ、ホテル側が設定したものであり、ホテル側において、当該価格設定通りのサービスが提供されたものと承知をしております。福山哲郎君。委員長、飲み放題でなければどういう設定したか教えてください。詳細詰めておられるわけですから。安倍内閣総理大臣。これは、ホテル側から飲み放題であるという提示はなかったということで、事務所側は記憶をしているということでございますが、その中において、まさにホテル側が飲食を提供する上においてですね、ホテル側が設定したものであると、まあ、こういうことでございまして、事務所に確認を行ったところですね、まさにこれは先ほど申し上げましたように、飲み放題ではなかったということであり、そして1人当たり5000円とすることで、これはホテル側が設定したものでありまして、ホテル側にお任せをし、そしてホテル側において、当該価格通りのサービスが提供されたものと承知をしております。福山哲郎君。詳細をホテル側と詰めておられるので、じゃあ飲み放題でなければ、どういう設定をしたのかとお伺いしているんです。1人5000円ずつ会費払うわけです。その人は5000円分で、ちゃんと料理とかを皆さん取って、飲み物も飲んでおられるわけです。じゃあ、どういう形で、じゃあ料理、飲み物代セットしたのかお伝えください。安倍内閣総理大臣。これは事務所から聞いたところにおきましては、料理の内容についてはホテル側にお任せをするということを申し上げたということでございます。飲み物を含めてホテル側にお任せをするということでございます。福山哲郎君。福山君。安倍内閣総理大臣。これはですね、これは常識だろうと思いますが、ホテル側としては、ホテル側としてはですね、価格に見合った額を提供するということで、こちら側も了解をしていることでございます。福山君。ホテル側にお任せしたら飲み放題ですよ、じゃないとお客さんから文句出るから、当たり前じゃないですか。じゃあ逆に言うと、800人の方が飲み物を消費した分、そのまま請求するという形ならば、明細書は後で請求になりますよ、事前という話には絶対なりませんよ、そうじゃないですか。安倍内閣総理大臣。それはですね、それはまさに今申し上げましたように、800人程度がですね、宿泊している、
ほとんどが宿泊をしているということと、800人の規模であるということにおいてですね、1人当たり5000円のものを提供させていただくということでございます。まあ、つまり、飲み放題ということの意味はですね、この出席をした人がどんどん飲んだら、それに対応しなければいけないということではなくて、この5000円という範囲の中で、これは提供させていただくということで、こちら側は理解をさせていただいているところでございます。福山君。委員長、大変盛大なパーティーでお腹いっぱいになったとか、楽しかったとか出てるんですね。で、今言われたようにホテルに任せたなら飲み放題、もしくは後の請求になれば明細書がないとか、その場の5000円という話は完全に崩れます。まあ、飲み放題かどうかは別に、普通で言うと1人2500円ぐらいかかるとすると、残りが1710円です。800円だと136万8000円です。お手元にお配りしたのを見てください。残念ながら桜を見る会の明細ではないんですが、大谷でちょうど同じ、鶴の間600人の宴会です。大谷さんに迷惑をかけるので、それぞれの飲み物の単価を私は消しました。だからそれは飲み放題だと記者報道に書かれてたから消しましたが、重要なのは鶴の間です。18時から20時2時間で通常料金450万です。これはただ料理をたくさん出せば当然割引があります。ただし総理は施設料も含めてというふうにずっと言っておられるので、ただということはないと思いますので、450万の鶴の間の2時間の料金が3分の1だったとしても150万です。さっき136万8000円です、もう残りは。ということは料理は無料ですか、総理。安倍内閣総理大臣。このニューオータニのこの明細、これはニューオータニが出したんですか。ニューオータニから調節、それ違いますよね。で、これ出されることはニューオータニから了解を取っておられる。いや、これはこの契約者の方から了解を取っておられる。だニューオータニではないということで、いや、ニューオータニの別年会で、これ、ニューオータニが調節ここに出したという資料ではないわけです。ここにってどこですか。ニューオータニがこの委員会、ここに出典と書いてありますので、ニューオータニがこれを発表しているということなんでしょうか。で、その中においてですね、その中において、この中身についてでございますが、これはですね、基本的にどういうこの中身になっているか、つまりこれは立食なのか、あるいはこれ、着席なのかということで、これ、かなり違うわけでありまして、中華、これは、の、中華生産、これでですね、中華生産と書いてありますが、これ、中華生産ということはですね、これ、確認させていただいたんですが、生産というのは着席、一人一人に料理を提供しているということでございますから、これは根本的にかなり違うんだろうと。いわば立食のパーティーでですね、一人一人に相当の量を出さなければいけないものとですね、着席の量とは、これはかなり根本的に私は違うのではないかということでございまして、はい、福山君。これ2時間の正規の料理料金なので、立食も着席も変わりません。部屋代ですから全く施設料費用料は変わりません。お答えください。安倍内閣総理大臣。これは基本的にはですね、一般的に着席のものと立食のものはですね、これ相当1人当たりの単価は基本的に違うんだろう、これはまさにそれぞれホテルのですね、営業方針の中で決まっていくんだろうと思いますが、いずれにいたしましても、料金についてはこの部屋代も含めて設定されたものの中においてですね、1人当たり5000円という、価格をホテル側から提示をされ、その提示の上において、参加者が5000円を支払いをし、そしてホテル側から預かった領収書をですね、それぞれの参加者にお渡しをさせていただき、そして預かった料金をお渡しをしたということでございます。
るけどね、総理が言うように5000円でね契約してるんだから部屋代も込み込みで5000円ということは、ね、あり得ることなんですよ実際って。だって明細出さないから分かんないんじゃない。いや明細ないっていうけどホテル側がもう明細も含めてそういうことでやってるから、だからあんまり一概にそれを部屋代と言えないよ。福山哲郎君、ですね、陸食と着席は着席の方が料理代が高いので逆に言うと部屋代は安くなるんです。陸食の方が高いんです、部屋食事代が低いから。だけどどっちにしてもね、例えばさっきの飲み物代も2500円じゃなかったとしても1人2000円は普通はかかります。その時にどっちにしたってこれ450万なんですから2時間で、例えばさっき私が言ったように3分の1になったとしたって料理代ただですよ。例えば5分の1になったって料理代いくらになりますか。いくらですか料理代。1000円で料理出すんですか総理、800人分。これちゃんと説明してもらわなきゃ総理。安倍内閣総理大臣、私がですねこの明細書について説明する立場にはこれはですね、これはそもそも、ホテル大谷から了解を取って出しておられるものとは違うんだろうと思いますが、そもそもですね、その上で申し上げますと、そもそもですね、着席の場合と立食の場合は、これ、相当出されるこの内容についても大きくこの変わりがあるんだろうと思います。そしてまた部屋代につきましてはですね、部屋代というか、この宴会場の料金につきましては、これ、多くはこの前日の夕食会についてはですね、多くのほとんどの方々が宿泊をしているという中において、これはホテル側が設定する部屋代というの、宴会場は設定をするものであります。その中でホテル側がご判断されたんだろうと、私は答える立場には残念ながらないわけでございまして、これはまさにホテル側が判断をされたことでございます。福山君、詳細詰めた、だから事務所と大谷が詰めた内容をご説明してくれればそれでいいんです。で大谷からこういう明細書が出ますから、その明細書を取り寄せていただいて、逆に言えばこの場で説明していただければそれでいいんです。そしたら5000円の内容はっきりしますから、それで終わりですから。安倍内閣総理大臣、これはもう何回もですね答弁をさせていただいているところでございますが、まさに詰めたということにつきましては、先ほど来私が説明をさせていただいているとおりでございまして、ホテル側とこの料金についてですね、前日の夕食会についてお話をさせていただき、仲介をさせていただき、5000円ということでホテル側がご提示をいただいたということでございます。まさにこれにはですね、全てが示されているということでございます。そしてその中においてですね、明細書につきましては、これもですね、今まですでにお話をさせていただいているところでございますが、明細書につきましてはですね、これは事務所においてはですね、保存をしていないし、事務所は受け取ったということを記憶をしていないということでございますが、またホテル側はですね、公開をすることを前提にお示しすることは営業上の秘密であるということもあり、それは提出することはできないということでございます。福山君。総理はですね、なんておっしゃってるかというと、価格分以上のサービスが提供されたというわけは決してなくて言われてるんですよ。これどう見たって価格分以上の何かをサービスされてますよね。だって5000円なんだから、だって消費税は取られるはずです、サービス料も取られるはずです、飲み物代も取られるはずです。いくらなんでも450万のものをタダにしたら、それは大谷から安倍事務所に対する悪いけど寄付行為です。そうでしょ。その450万がね、料理がたくさんだからディスカウントするというのは、それは商売だからあります。そんなことは私は理解していますが、それでも料理はただ同然です。それも大谷からの寄付行為になります。もしその寄付行為を記載してないんだったら、政治資金規正法上の違反です。それをなんとか、いや、それを安倍事務所が補填していたら、これも違法行為です。どっちかです。総理、説明してください。これどう考えても説明できない。こんな安くだって料理が提供されるわけがない。お答えください。安倍内閣総理大臣。これ、前提が相当違うんだ。先ほどのですね、先ほどの、いわば中華の、晩餐というものについてはですね、これ一人一人着席で行われるものとですね、
これは立食で行われるものは、これ、相当違いがあるわけでございますし、また、例えば御党の方がですね、朝食会とはいえ、1790円で会を開催もしておられる、1人当たり1790円で開催もしておられる、これは着席でやっておられるということでございます。それはそれぞれホテルが判断するわけでございます。これは当然ですね、ホテル側の判断でありますから、その中身について私は申し上げることができないのでございますが、まさに1人当たり5000円を徴収をし、そしてそれを仁王谷が仁王谷の領収書を発行し、それを立ち会い人の下でですね、仁王谷の職員が立ち会っている中でそれを行い、そして預かった料金をお渡しをしたということで完結をしているわけであります。いわば講演会等々には、よって収入、支出が発生していないということで、これは記載をしていないということでございます。また、事務所側がですね、これに補填をしたという事実も全くないということでございます。福山君。安倍講演会の行事だから、こんだけ安くできたとしたら、それはそれで問題ですよ。総理が説明を果たされないので、予算委員会として、明細書を大谷から取り寄せていただいて、国税調査権に基づいて求めていただきたいと、開示は総理の言われるように、経営判断があるならば、理事会を秘密会にして開示をしていただくことを、理事会で協議をいただきたいと思います。これは全会一致が条件ですが、当然、国会の行政監視機能として、与党の皆さんもご賛同いただけるというふうに思います。全くもって説明になっていないということを申し上げたいと思います。委員長お願いします。五国理事会で協議をさせていただきます。委員長。福山君。もう時間がないので、もう単刀直入に申し上げます。まずは総理、2012年5月の新型インフルエンザ対策特別措置法が成立しましたけど、民主党政権の時です。この法案採決について自民党の参議院の内閣委員会本会議はどのような対応かご存知ですか。安倍内閣総理大臣。当時、自由民主党は野党の立場であるということはご承知のとおりでありますが、参議院では前田国土交通大臣と田中直樹防衛大臣のへの問責決議案が提出をされたところであり、国会全体が不正常な状況にあったことから、採決には参加したかったものでありますが、それに先立つ衆議院段階では審議に参加した上で、賛成の立場で採決に臨んだものと承知をしております。福山君。自民党も国会は欠席しますし、本会議も欠席しますということです。それからなんでこの新型インフルエンザを我々の政権が特措法を作ることになったのか、総理ご理解覚えていただいてますか。安倍内閣総理大臣。これ、法律で、ができたのは2012年でございますが、新型インフルエンザの発生においては、2009年、であったんだろうと、こう思います。これは自民党内閣から民主党政権に、またがってですね、この発生の対策を行ったところでございます。こうした対応を、教訓を生かす上において、この法律ができたと、このように認識をしております。委員長。まさに自民党政権はインフルエンザが発生した2009年の5月からずっと1000人超えた7月に解散を打ちました。大変な状況の中で解散を打って、翌年には500万人ものインフルエンザの感染者が出ました。我々政権の直後、この対応に追われました。そしてこの反省に基づいて特措法を作りました。それが特措法です。加藤厚労大臣、お伺いします。新型インフルエンザ患者入院医療機関整備事業実施要項というのがありますが、加藤大臣、ご存知ですか。加藤厚生労働大臣。
整備実施要項があるということは承知をしております。福山哲郎君。2月の18日、この整備実施要項が改正されたのは大臣ご存知ですか。知らないなら知らないで結構です。加藤厚生労働大臣。マスク等の対応のためということでありますけれども、ちょっと私は具体的なこうどういうものを出したかということは承知しておりません。福山哲郎君。総理、ちゃんと聞いておいてください。これ、実施要項なんですが、2月18日に厚労省は実施要項を改定しています。これ、右が現行で左が改正後なんですけど、小さい字で申し訳ありませんが、新型インフルエンザというのに全部に等を付加をしています。間違いありませんね大臣。加藤厚生労働大臣。はい、宮崎健康局長。お答え申し上げます。ご指摘のとおりでございます。福山哲郎君。党の中でコロナは読み取りましたか。宮崎健康局長。ご指摘の点は、党の中にコロナが入っているかというご質問でございますが、この変更の通知の趣旨は、この事業により整備してきました個人の防具等が今般の新型コロナウイルス感染症の患者の医療を提供するにあたって使用差し支えないという趣旨で、こういう改正になってございます。だから党が入っているというふうに。最初読み込んで党を入れたのかって言ってるんだよ。読み込んで最初はい、宮崎局長。再度お答えさせていただきます。新型コロナウイルスにつきましても、活用できるようにこの党というのを改正したものでございます。はい、福山哲郎大臣、この実施要項は新型インフルエンザ特別措置法の行動計画に基づく実施要項です。これコロナで呼び込んでますね。大臣どうですか。加藤厚生労働大臣。これはまさに実施においてですね、新型コロナウイルスのために備蓄したマスク等の物資を新型インフルエンザのために備蓄されていたマスク等の物資を今回の新型コロナウイルスについて活用できるというふうに直したということであります。で、これは予算事業における措置ということで、こういった中身を変えて、中身を拡大しているわけでありますから、新型インフルエンザ特措法の解釈における新感染症に新型コロナウイルスを位置づけるというものとは異なるものというふうに思います。勝手にこんなものに党をつけてコロナ読み込んでいいんですか。これ特措に基づいてるんですよ。宮崎局長。お答え申し上げます。今大臣からもご答弁申し上げましたが、あくまでもこの予算事業の要項について党ということで、新型コロナも位置づけたというところでございます。はい、予算事業でございます。
ことじゃって、ただ新型インフルエンザ特措置移動制限とか他にもさまざまなことがあるので、いやいや、これだって他のものじゃないよ、これだってその中の条文の一つで作られた行動計画ですから、国が作った行動計画は条文の中、結局全体の法律の中で一つでもこういうふうにするということは他もできるんじゃないかって話があるんだ。だから大臣答えなきゃダメです。だからそれをさ、これだけっていうことはとありえない、ありえないんじゃないと、法律としてって言ってはあの加藤大臣、さ、森先生の答弁質問、はい、はい、加藤厚生労働大臣。これは全体はもちろん新型インフルエンザの関係の中で行われた予算事業のこの実施要項であることはもう委員ご承知の通りだと思います。したがってそこでやった予算について持ったものをですね、違うことに活用しましょうというのはこれだけであって、だいたい実際一番下のですね、しかも予算事業の実施事項の中身を変えて法律自体が変わるわけがない、まさに法律は法律として解釈していかなきゃいけない、これは当然のことではないでしょうか。じゃあこの実施要項の根拠法は何ですか。哲郎君、加藤厚生労働大臣。根拠法というのはそれぞれの予算を実施するときに作るのはこの実施要項でありますから、予算の執行において必要なものとして実施要項。福山君、はい、もう一回行く。いや、疑問であるんだと質問して聞いてから、はい、法律に基づいて予算つけるんでしょう。当たり前じゃないか。それに基づいての行動計画でしょう。今のは全く納得できない。もう一回答えて。加藤厚生労働大臣。いや、確かに広い意味でですね、それぞれの実施するにあたってそういう法律があったりというのがありますけれども、これは個々の予算事業、これはまさに予算措置があってそれに対してどうやって使いますかというのを書いたのがこの実施要項ということであります。福山、じゃあなんでわざわざ改定したんですか。そのまま使えばいいじゃないか。なぜ改定したんですか。加藤厚生労働大臣。ですからこれはもともと新型インフルエンザのためにそうした備蓄等をしたものを他に転用しようとすればそこの部分を変えなきゃならない、まさに予算の実施事業の中身を変えるということでありますから。はい、福山哲郎君。いや、質問した。福山君、新型インフルエンザ対策措置法に基づいて行動計画ができて実施要項ができているんだ。ここに書いてあるじゃないか、行動計画においてと書いてあるじゃないか、この第一条に事業目的に。そんないい加減な答弁ダメだよ。加藤厚生労働大臣。何でもできちゃうじゃないか。はい、宮崎健康局長。お答え申し上げます。今委員ご指摘の点は要項の一番最初のところだと思いますが、行動計画に基づいて要請しているという事実がありますけれども、それを実現するための実施要項と予算事業として位置づけられているものですけれども、予算要項として先ほど来からご答弁申し上げてますように、新型インフルエンザだけではなくて新型コロナにも活用できるようにということで等ということを加えておるところでございまして、あくまでも予算事業の要項を見直して、使用が可能になるようにしたということでございます。新型インフルエンザ特措法行動計画に基づいて新型
インフルエンザ発生に備えたものをこうやって作りましょうって設備しましょうって言ってるのを今回わざわざ党を入れて呼び込んじゃったって言ったら、ね、先生ね、これよくわかるよ、僕もわかるけど、こっちはもうそして答えはないっていうか答えないんだから、どうしても見解の添えだな。いやでも、でも見解の添えだって、いやいや、だからぶつかり合ってるんです。どこでそれを求めるの、理由を聞いてみる。だから根拠法聞いたら、いや聞いたら根拠法じゃなく本体に入れなきゃいけない。根拠法はこれだから党でね使える。いやだって今まで加藤さんは法律は使えないって言ってきた、ここで読めないって言ってきて、新型、コロナウイルス感染症はもうコロナが由来だっていうのが分かってるから、この新型インフルエンザ特措法では使えないってずっと答弁してきたんだけど、現場では使ってるんです。確かに言ってんだよ。だって今まで大臣が言ってたのがこれ現場が違うことやってたのも、ちょっとそこ整理した方がいいですよ。だ現場が勝手に走っちゃったんですよ。ちょっとこれちょっと競技して競技事項に行けられない、もうここで解決できないもん。でもね、基本の部分だと今日このね、体制が必要なのか、このまま適用すればいいのかどうか。ほかあんま言うたらいかんけど、一人じゃない。いや、法制局の話じゃないよ、これは法制局の話じゃないよ。解釈の問題は解釈やもん、実施要項だから、実施要項だから現場だから厚労大臣やけど、そんな話だけど、法律そのものはでも答弁と違いますよ。いやだって違うかどうか、この法律の名前、いや実は動いてるのが違うわけですよ。違う、この解釈の問題なんだな。解釈の問題。いやだから向こうはこう言ってればこっちはいいよ。いや、まあ、だから使えないっていう、ね、質問者は要求してません。法制局長か、やっぱり答弁してきたのは加藤さんですから、うん、加藤さんがして、あの見解、じゃあその辺と食い違いを、いや見解の相違なんて、見解の相違じゃなく相違があるってことを認めてる、だから大臣も相違があるって認めるんだったら、だからその辺をちょっと正してくる。いやいや、だけどそういう相違はない前提の話になる、うん、だってこれ予算する、だから相違があると思うんだけど、大臣は今までの答弁に対してこの実施要項絡めて、いやそうすると予算事業だって逃げるの、うん、さっきからずっと予算事業だって逃げる。予算事業ってここに法律に基づいた行動計画でって書いてあるのに、これ関係ありませんって、それは委員長見解の相違を超えてませんかっていうか、ね、あのね、法治国家がじゃなくなりますよ。言えないもん。え、法治国家じゃなくなりますよ。しかしここに書いてあるのに、法律の根拠が、いや言ってることわかるんだよ、分かってくれてると思いますけど、でもこれ今の答弁を認めてしまったら、すべての議論が、認めないって言っても、ここで認めないと言えないもんね。ここで認めないなんてこっちも言えないやるし、こっちも言えないし、調整のしようがないよ。お互いがこの、いやだから、いやだからこの問題についてはさ、もう一回さ、理解的ちょっと協議するとかなんか言ってもらわないと。いや理事会協議じゃないですねこれ。ちょっとここで話つかないし、向こうは言わないんですよ絶対。見解の相違とはならないですよ。だって書いてあるんだから、書いてないことを要項を読み取るって話だったら、まだ分かる、まだ分かる。いやここに党があって読み込んだっていうなら分かるよ。ないものを入れちゃって読み込んでるっていうのが問題なんですよ。でそもそも読み込めないって、ないものを入れて読み込んで、大臣は読み込めないって言って、それで今日党首会談で法律を提案してくるなんていうのは、だって運用で今やってるものでできるのに、新しい法案出してこられても困るんですよ。それ聞いてみよう。これは、いやこれは結局ね、いや分かんない、これおかしいんだよ。けどね、だからって変えない。当初労働に言えばいいよ、はっきり言ったわよ。さっきの色の要望だと、こっちの論で要望した方がいいよ。さっきの非正規の問題だって、あれだって、お願いする話です。のところお願いしていい。だってあれ、お願いする話じゃないですよ。これなんか委員長明細書とかだったら、雇用とは違います、ね。しかしこれはね、僕はどうかって言われてできないの。だってそこで会社発生の問題必要ない。会社の問題。会社いらない。会社いらない。だからロックとかできないけど、コントロールしてもらわないと。
山田さん、いや山田さん、じゃあもともと我々が適用しようって言ってたことを、いや拒否、役人の立場から考えてどうなの、やりたくないからできない、予算の措置ですから、うん、何出てきてるの、関係ない人が、ありじゃありえない、いや、ありえない、ありうるとしても、ありうるとしても今回のような大きな新型コロナウイルスの問題があったときに、これはこちら特措法に基づいて作られたものですよね、目的行動計画は。でそれが大臣は大臣で、今回これは使えないというのがゲストなんですよ、コロナでは。だけど実際現場では予算実行を使えるようにして読み込んじゃってるんですよ、大臣答弁と矛盾してます、便宜上使ったって感じになってます、そうですよ、だけどだからそれができるのかどうかな、だけど大臣答弁と矛盾してますよ、大臣はこれでできないって言ってんの、まあ、その程度の問題ですね、うん、程度の問題ですよね、だこれありうんだったら他の、ね、他の分の他の方はもう全部そう通って書けば一緒じゃないかってこう言ってる、わかります、うん、ただ今回の場合は根拠法がないから、今回新しい法律を作りましょうっていう大きな話を一方でしてるときに、総理がねしてるときに、現場では違う法案で使えないって言った法案を党をわざわざ、うん、要項をね変えて入れちゃってるから、予算事業だからっていうレベルの話じゃないんじゃないですか、見解だからもう言ってるのよ、見解の近いって、調整しなかいって難しいって、広い意味ではね、分かります、程度の問題ですからね、程度の問題だから我々で私の方で調整は難しい、そう、うん、うん、俺するんだから法制局が来てるから聞けって言ったんです、どうする、いや、どう解決するか、ちょっと筆頭官と石井さんと筆頭さんとちょっと話して、うん、そうそう、どうするか、ちょっと一瞬休憩じゃん、もう休憩、了解取らないで、10分、10分か、10分休憩、35分、35分、即興を起こしてください、3時5分に再開いたします、休憩します、3時休憩します、予算委員会を再開いたします、令和2年度総予算3案を一括して議題とし、休憩前に引き続き質疑を行います、まず改めて厚生労働省から宮崎健康局長の答弁を求めます。宮崎健康局長。予算の実施要項の変更点でございますが、変更したところは党を加えたというところでございます。この党を加えたというところは、新型コロナウイルスにつきましても、準備したものが使えるようにということで等の変更をさせていただいたということでございまして、あくまでも予算要項上の変更をさせていただいたという整理でございます。福山哲郎君。委員長、予算じゃなくて実施要項の名称を正式に言ってください。宮崎健康局長。
お答え申し上げます。新型インフルエンザ患者入院医療機関整備事業実施要項でございます。何の法律に基づいて何の行動計画に基づいているか言ってください。ちょっともう一回聞き取れなかったみたいです、はい、時間大丈夫です、はい、もう一回今のちょっと止めてください。何の法律を根拠にその予算が実施される要項なんですか。はい、宮崎健康局長。お答え申し上げます。あくまでも予算事業として組み立てられておりまして、執行するための実施要項を作っているという形でございます。宮崎健康局長。失礼いたしました。お答え申し上げます。新型インフルエンザ等の対策政府行動計画において、患者の受け入れ体制を診療体制について計画を作成し、整備していく中で、必要な、事業を実施するために、定められた実施要項でございます。山田哲郎君。私は一昨日これに基づいた備蓄のマスクとかをどうコロナに活用できるかについての質問したくて質問しました。それは政府が適用できない適用できないと言い続けたからです。我々は1月の31日からここにいる矢田先生も含めて適用するべきだと言ってました。もう現場は2月の18日から適用してたじゃないですか。適用できないと言い続けて対策を遅らせて場当たり的な対応をして感染を大きくした安倍政権の責任は極めて重いですよ。今すぐ適用してください。今すぐ適用してもう明日からメニューを作ってください。対応してください。私はこういうやり方は本当に国民を騙すものだと思いますよ。党を入れてコロナを呼んだというのはある意味厚労省の職員の良識でした。読めないから党を入れたんです。そこは現場の職員頑張ってるんです。政治が変なメンツとかで適用できないできないと言ってきた、ここが大きな問題だと私は思いますよ。安倍政権の本当に大きな問題点を指摘していきたいと思います。これによって本当に感染対策が遅れたことの罪は大きいと申し上げて私の質問を終わります。以上で石橋通宏君および福山哲郎君の質疑は終了いたしました。